かです。ゆいかって呼んでください。せーの、ゆいか。はい、フェアリーピンク担当百瀬ふみなです。ふーみんって呼んでください。せーの、ふーみん。はい、ロイヤルパープル担当イデイリです。エリポーンって呼んでください。せーの、エリポーン。ゴールデンオレンジ担当アバヒカルです。ピカルって呼んでください。せーの、ピカル。はい、ストロベリーゲット担当西田さのみです。そのテンって呼んでください。せーの、そのテン。笑顔であなたをおもてなし、私たち純粋カフェラテです。よろしくお願いします。はい、皆さん、歌の秋田さんお越しくださってありがとうございます。ありがとうございます。はい、普段はね、ちょっと7人で、ライブさせていただいてるんですが、今日は5人でね、みーちゃんとういちゃんがお休みなので5人で頑張っていきたいと思いますので、最後までよろしくお願いします。今日はですね、ピカちゃんセレクトで秋葉原ということでセーラー服を、セーラー服着きましたが、ね、まあ、制服をモチーフなんか着ようかみたいな話をしてた時に、うん、いや、ちょっとそこはセーラー服縛るので、最初はブレザーでもいいみたいな感じで、あ、じゃあブレザーにしようかなっていう方が結構多かったんだよね。そしたらピカちゃんが急にセーラー服がいいって言ってお願いしますって。そう、どうですか？あ、かわいい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。何がよ、なんかブレザーとセーラー服のさ、なんか違いがあるの？いや、セーラー服はやっぱなんだろう、後ろの、うん、ここに線が入ってるとこも私すごい好きなんですけど、後ろの、うんうんうん、四角いセーラーカラーがすごい好きで、うんうんうん、みんな後ろ見てください。あ、かわいいこの四角いやつがこう、風、学校の帰り道とかこうヒラ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 ってこう、もう妄想学校の帰り道まで妄想自転車をこう頑張ってこぎながら、JK がこうセーラー服着て、うん、でそこもここがなびいてたり、もうここが辺がね、なびいてたりするのがいいんです。ちなみに一般調査的にはどっちが人気なんで、うん、聞いてみたい。セーラー服派かブレザー、ブレザー派だよっていう人を、おおー、あー、なるほど、セーラー服の方が好きだよっていう人、おー、めっちゃ圧倒的。え、じゃあそれにジャンパースカートっていうか、なんかわかる、よくお嬢様みたいなこうワンピース型のやつある、あれを加えた三択だと、セーラー服派だよ、おブレザー派だよ、ジャンパースカート、あー、なるほど。でもやっぱりセーラー服が一番強いですね。よかった、今日セーラー服にして、さすがピカちゃん萌えが分かってるね。よかった秋葉庭だもんね。そうだねピカちゃんはライブとね、ライブの空き時間に解散する時がね、あるんですよ、2時間とか、うん、その時に一目散に走って秋葉原に向かうっていう、うん、ね、ちょっと推しのもとへ、そう、少しでも駆けつけなきゃと思って、ね、TikTok でさ、アイドルの一日、あ、そうですね、アイドルの一日なのにガンダム入ってたんですよ休憩時間にガンダムのなんか展示会にね行ってるピカちゃんが映ってて、結構 TikTok ね、みんな頑張ってるので、よかったら見てみてください。あとね、4月ね、もう一回秋葉原でリリーベがあるんですけども、うんうん、 そちらではメイド服でライブをさせていただきますので、はい、それが6日だっけな、そうです、4月6日にソフマップさんの方でね、はい、また18時30分からありますので、皆さんメイド服の自分ちゃんにも会いに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。また会えた声を呼び寄せて
Yeah.
当たったら何かもらえる？当たったら甘えよう。
そうだよね。ちょっとやだな。なんか8匹8匹8匹5、5、私も5、じゃあ変えようかな。4、4、5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 
絶対7以外で生まれてきますように。ほら7になったらプリマとボンですから。4、5、7、6、6、うん、じゃあ私の予想は12匹で、あ、そんなに出てくるの？そんなに出てくるの？じゃあ、結果はね、ゆうかちゃんのツイッターでハムスターが苦手じゃないよっていう方はチェックして、苦手な人を見てね、可愛いからね、可愛いからね。まあね、ちょっとね、盛り上がってるところなんですけども、はい、ラストもね、はい、に行きたいと思いますので、皆さん最後までよろしくお願いします。お願いします。Oh
歌わせていただきました。また春にがいよいよ4月に20日に全国流通シングルとしてリリースされます。リリーベも4月残り少しとなっておりますので、ぜひたくさんの方に届いたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと、はい、ガチャガチャの件、ガチャガチャじゃないよ、これ何、ぐるぐるぐるガラ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 の景品が3月31日までだったんですけれども、はい、なぜね、ちょっと私たちも7人揃うことが少なかったということで、はい、4月の2日までの期限に伸ばさせていただいておりますので、皆さん4月2日までにぜひね、お使い切りください。そして今日からなんとガラガラの中に金色の玉が誕生しました。ゴールデンだ、ゴールデン来たで、これが何かと言いますと、これがあると金色が出た方は50ポイントプレゼント。すごい、なんで綺麗の道が近づいた。そう、リリーベ期間にね、発行させていただいてる CD を買っていただいた枚数のスタンプカードがあるんですけれども、それがね、なんと一気に50ポイント貯まってしまうという。金玉すげえ、はい、何も聞こえなかった、ごめん。ミタノスケ、ミタノスケ、ミタノスケ、ミタノスケ。なのでね、どのぐらいの割合が入ってるかはわからないんですけれどもね、はい、ぜひ回して当たったら盛大に喜んで帰ってください。はい、ぜひツイッターとかでも一番してください。ちなみにこの100ポイント貯まると、はい、バーベキュー5分間なので、はい、ぜひぜひ集めてください。よろしくお願いします。はい、次のね、リリースイベントは4月の2日に、千葉県の津田沼のね、タワーレコードさんがありまして、その日は CD そこでご予約してくださった方に、その日の4月2日の千葉日報さんに純正カフェラッテが大型の、ね、一面で広告を出させていただいておりますので、それがなんと一部、皆さんで、ね、プレゼントっていう風になっておりますので、ぜひ津田沼遠い行くかっていう人多いと思うんですけれども、ぜひ来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと告知、ごめんなさい、4月の9日日曜日にですね、今日お休みなんですけれども、ハニーイエロー担当の福田瑞香、そして私伊田美の生誕祭があります。ありがとうございます。はい、こちらもね、まだまだお席ありますので、まだチケット取ってないっていう方、ぜひね、今日取ってくれたら嬉しいです。そして4月の30日とってもとっても大事な日です。はい、この7人でやるラストライブとなります。この日をもって私飯田より卒業させていただきます。はい、なのでね、今日ここにいる皆さんと最後素敵なステージにできたらなって思いますので、こちらもまだチケット取ってないなって方、ぜひぜひまだまだお待ちしております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。全員毎日のショールームの配信とツイッターの投稿を行ってます。ぜひ7人分フォローして毎日チェックしてください。それでは以上、私たち純粋カフェラテでした。